なんかあんまりいいことばっかちょっと悪いいや本当本当本当にいいと悪いこと一個一個ぐらい言ってください。いいことしかないですね。悪いところ何ですか。問題なのか何でこんなに出してもらってる。何ミリ以上って決まってるね。そうですね。なんか最近問題になってるな。なんか営業が柳脇さん柳脇カブトムシ。あああいつと虫キングがなんかいつもメーター多い多いって言って本当は山口がいつも怒られるから遅いもんね。そんなん俺潰れてほしいもんね。基本的には資本主義じゃない。玄関先だとちょっと家分かりすぎますもんね。いやこれのクールシートしかない。下の方が取りやすいけど。いいっすよ。いいよ。もう回ってますからね。ああからちなみに見積もりはどこで取ったんですか。見積もりはハウスメーカーと、はい、もう塗り替え道場さん2社だけです。あ、2社だけ。金額的にはどうだったんですか。金額的にはもう3割4割総工費で差があります、ね。ちなみにうちはいくらなんですか。260万ぐらい。屋根を正解します。あ、びっくりした。ちょっと持って取らんと思って。1回輸送工費っていうのは、はい、さらにその上にソーラーを積むまでを、はい、トータルで考えてて。そうだ、太陽光でソーラーまで込み込みでハウスメーカーでやった時とソーラーは大手家電メーカーに頼んで、はいはい、屋根の工事塗装までを塗り替え道場さんの組み合わせの総工費と比べると3、4割かっていうです。塗装だけ単体だったらもっと多分そうでしょうね、うん。塗料もね、ハウスメーカーの選んでるフッ素系相当というのと、はい、今回選ばせてもらった塗料とスペックも違うみたいなんで。そうです。うちは何を使うんですか。そうです。あ、もっと思い出すんだ。あと30年住みたいなっていう中で、まあ、そのスペックの高さも魅力だったし、はいはい、ハウスメーカーさんの保証っていう言葉は魅力的なんですけど、そうですね、保証を切るっていう脅しくるんですよね。保証にいくら払うかっていうところで家の保証が外れるとか、そういう。そう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 、家の保証、ね、とはいえ、じゃあ何か問題があった時に修理したところで出ていく金額も、うん、まあそうですね、想像するとこの差はちょっと埋まらないなと思って、まあ、そうですね。具体的にじゃあ何の保証なのって言ったら、うん、結局全部別々って。そうですね。その決め手は金額以外に何かあったんですか。もうやっぱり YouTube の社長さんとかの会話とかに信頼を感じまして、はいはい、それ何やらせっぽい感じ。いやいや本当にやっぱりでもね、自信がないとああいうことはできないと思うんで。河合君どうだったんですか。河合さんもだからもう本当に最初からいろいろな金額も含めてそこ内も全部正直ベースの話をされたんで、はい、あんまり細かく交渉する必要はないなと。ぶっちゃけた相談すればいいのかな、いいかなという印象で、はい、なんかあんまりいいことばっかちょっと悪いと。いや本当本当に本当にいいと。悪いこと一個ぐらい言ってください。いいとしかないでね。悪いところ。悪いところ一個ぐらい言ってください。全く今のところ不満ないし。足場はどうだったんですか。職人とか足場の人が屋根工事だけと勘違いされて中間の板、はい、はい、の施工を忘れててアンチがなかったらしいんですよ。あ、吹き替えだと思って。うちの足場でしょ。そうです。とはいえね、花井さんに連絡したらスッとまたベストな対応してくれるし。あ、そうですね。いろいろミスはあっても。そうですね。その時の対応がしっかりされてるから全く昔は結構こいつら余分にかけたなって。まあそうそうそう。イラッとするんですよね。いいことばっかり言ってくれるな。これいや本当不満ないんでね。悪いとか言ってみましょう。いや何だろう、荒探しがすごいよ。荒探しが今上がってるあの仕入れの職人はどうですか。あいつちょっと癖悪いで一番仕事はすごいんですけど。これからじゃないですか。じゃあ仕事はもう、じゃあ荒探すようにしてみますよ。終わった時にめっちゃ出てきるかもしれないよ。今まだ始まり段階だから あんまりちょっとうますぎてちょっとこれやらせっぽいなって思っちゃうな。やらせではないし。急に来ましたから、ね、急に来て出てくださいよですからね。後で社長写真撮って。あ、もちろんです、もちろんです。あとぜひ、はい、よろしく。また声かけ出してもらいます。はい、ありがとうございます。何ですか。問題なのこれ。なんでこれ呼び出してもらって。呼び出し、お昼にね。ごめんね、ごめんね。物損だぞ。かかってる。違う人が仕事し始めてる。俺本当にマジで問題見つけたなって。はい、いい、はい、これ YouTube にしようかな。本当にこれ見たら分かる。分からんうちだってあれさ、さっきショートムービーも撮ったじゃん、うん、完全打ち替えてますよ。あ、撤去全部してるやつ。あ、確かにここピンクなのにね。さっきの下のさ、うんうん、まあショートムービーで撮ったんで、あの TikTok の方最近うちやってるんで TikTok 見てほしいんですけど、撮ったんだけど、うちは絶対打ち替えしてますよって話なのよ。確かにこれなんで忘れ。これは内代が取れるから。え、内代が取れるからなし。内代、内代、うちに代はないよ。うちは店舗しかないよ。でも
縦道が、うん、結局あの厚み取れないんで、うん、縦撤去で、うん、そういうコーナー部分あの入泉とかは、うん、厚み確保できるんで、うん、何ミリ以上って決まってるよね。そうですね、まあ、約5ミリだっけ、5ミリ以上は肉厚が取れてここだったら内代が取れるから、はい、まあ、ここは増し打ちでってことだ。余分な経費かけずにやればいいよってことだ。うん、それでいいのかな。はい。お前これはそれメチじゃないです。お前これはお前そこはメチじゃないです。いい方向じゃねえかお前。ハミテープスがあってもそれ打ったら逆にいい方向じゃねえなんでここは工事するためサイディング板、はい、これ一枚もんだ。これあの柄がついてるだけね。あ、そうなの、ね、そういうことね。そうそう、視聴者の人が勘違いするとかじゃないけど、シール風に見えとるけど全然違うんだ。サイディングの番だね。でこれっていうのはメーターをしっかり測ってますよ。測ってます。ほんでさ、塗装屋さんってさ、本当に俺思うけどさ、うちってこれもう当たり前になってるけど、しょっちゅう営業と職人でさ、メーターが違うって飲めるじゃん。でうちのルールは一応職人がメーターを申告してきたらもうそれが通るようにしとんの。これ多かったです。なんか最近問題になってるな。なんか営業がなんか燃えてるの。お前の燃えてるのじゃん、柳脇さん。柳脇カブトムシ。ああ、あいつと虫キングがなんかいつもメーター多いおいって言って、本当は山口にいつも怒られるから遅いもんで、あいつが300メーターある350って言っとる説が出てる。で一緒に実測しに行って、うん、測ったら75メーターぐらいのオーバーってやつを、うん、もう50メーターオーバーにしてくれって言う言われたって言ってました。ってことは柳脇が取ったんだ。じゃあオーバーはオーバーですね。テープ実測で 100m ぐらいのオーバーで出しとって、うんうん、なんかもう一回測りに行ったら、うん、2人で、うん、なんか 75m オーバー。ああ、最初翔が1人で測って、お前そんな 100m もオーバーしてねえだろみたいな話になって、なんか測りに行ったけど 15m ぐらいしかオーバーしてねえやって言っとったらしいです。あ、本当。あ、全然揉めたんだ。でもなんかそういう噂になってたよ。お前に怒られるもんね。お前そんな 300m ぐらいだったら2人で2日だろうとか1日半だろうって、なんで俺なんだってお前が怒るもんで、そいつがちょっとオーバーオーバーに行ってくるって言って。いや、そういうわけオーバーしてないのに。そうそう、うち大体シールが700円ぐらいだよね、高くても。まあ幅とかあれによって材料が違うので、まあ一概には言えんけど600円から700円だとして、10メーター違ったらもう7000円違うんだね。うん、確かにね。じゃあ10メーターってどんだけって言ったら縦道2本だよね。いや、それだけ手間かかるもんね。これだけのこと、これ撤去した後にこれ撤去も買ったないよ。スリスリ塗るのが見てね、すごい。スリスリ塗るの経験させていただきましたけど、難しかった。あんまやったない。山口さんでやらせてもらって。すみません。あ？すみません。スリッパだよ。奥まで行っていいですか？いい、全然。ぐさってなってますよ。奥まで。奥が気持ちいいだろ、やっぱり。奥が気持ちいいだろ。これパワフラで出てる。翔野君のは長いのかな？太いのかな？パワフラでも出てるし。なんかすごいよ。握力半端ないよ。なんか指の形おかしくなるって言ってたっす。お指でこうやってゴシゴシやってる。シール職人っていうのはみんな細いんです。握力が強いから。そんなん関係ないの。クイッって叩きギャッてやっちゃうもんね。ねえねえねえ、バン食らうよ多分そのうち。こういう握りやすい形になってるかもしれないですね。握力入れすぎ。ねえねえ、乗らないでもらっていいですか、山口さんは。ねえねえねえ、みんなで乗らんで、止める人、止める人誰か一人おってよ。ボケ突っ込みだ。みんなボケ始めたら終わりよ、もう。この会社持ってんだ、出してほしい。本当に。まあでも、こんな感じですよ。まあちょっと、下取るとさ、まあ、こんな、まあこれだけのことを、まあ、だからって自慢じゃないけど、でもあの本当に塗装ってさ、まあ、俺この間もなんか変なコメント欄にさ、なんか同じ同業者の悪口をやるなとか敵なのかって言ったけど、いやいや塗装なんか敵でしょって、俺足早なんか味方かもしれんけど、塗装なんか敵でしょって、ライバルなんだからって、うん、だけど俺っちゃライバルって公的種って書くから、後ろから刺すことは別にせえへんけどって、うん、なんか YouTube で俺が相見添ったりするじゃん、ホームハンベって。どんなん俺潰れてほしいもんね。だけど本当にそうです。こんなインチキしとるやつだと同じ見積もりで俺は戦ってたよ。その中で俺じゃあどうやってやろうかって、足場もシールも全部原価下げてインチキに走ったんじゃなくて、そこを極めたわけじゃん。まあいいか、あんま暑くなったらなんで、なんかちょっと13分、あと屋根ちょっと取る。あー、ちょっと取ろうか。屋根やった。屋根はなんかまた変わったっす。なかなか石突き屋根ですね。やばい、ちょっと来ちゃう。こうなるとメーターだけの問題じゃなくなるよね。今回幅広いじゃん、奥行きも、うん、そうすると材料って、じゃあ普通のシーリングの幅じゃない分材料食うもんね。あ、これね、だからメーターオーバーだけじゃなくて材料オーバーっていうのも出てくるよね。そうそうそう、幅が広いってあるよね。だってあのもう本当にこれ視聴者の皆さん、これ本当にね、この丸カンでこういうこのやつあるじゃん、
あ、ガンの、あの使い捨てみたいな。ホームセンターで売ってるやつやってる業者なんかも絶対無理だよ。いやそれってマルカンの何倍だ。マルカンだって4リッター6リッターが入ってるでしょ。で4000円5000円とかそうなんでしょ。だけどチューブ缶なんか1本1000円ぐらいするでしょ。まあそう、めちゃくちゃかかってきた。だけど 500cc 入ってないでしょ。あれ350か 400cc ぐらいじゃない。だってそうです。ということは10本なので1万円だから単純に3倍ぐらい値段するわけじゃん。これで現場に持ってきとってうちシーリングやりますっていうのは基本的には資本主義じゃない。じゃあそのシール、シールを気をつけてみた方がいいんだ。そうですね。深いですね。深いですよ、これ闇が塗装は、ね、だって契約してから工事だからな。確かに、ね、塗装だけだってこんなすごい。うわこれすごいな。これ何、なんかあんま見たことない屋根だね。ティーリーフっていう石突き屋根、板金に石突きやってるんで、まあ、音軽減だったりとか、うん、雨音軽減とか、うん、遮熱もあるんだ。あと紫外線にはちょっと強い、うん、へえ。板金の上になんかね、これあれだよ、ね、工場です。塗布されてるんだこれ。あ、そうです。なんかこの石引きみたいなのが塗布、うん、されてるんだこれ。ちょっとどの音コンコンコンってやって鉄だろう。多分ただちょっと柔らかいんで、あんまり乗るとペコペコする部分もあるんですけど、板金の上だよね、これ。板金の板金です。板金の上。石突き板金なんで。石突き板金。柔らかいって。あ、ほんと。なんで軽量なんですよ。あ、軽量で、今こんなんあるんだ。もともとそのカラーベスト屋根なんで、結局そこに瓦乗せるとか、重い瓦乗せれないんですよね。もともと構造上、そのあんまり重くしちゃうとまずいんで。カバー工法だと、その、もうカラーベスト剥がさずにその上にルーフィングシートっていう防水紙引いてから屋根やっていくんですけど、うん、今回はアスベストの問題もあるんで、うん、あ、もうカラーベストの古いやつはね、やっぱりだんだんそのアスベストの廃材処分が高鳴ってるんで、うん、そういうのでまあ今のうちにまあ剥がしちゃうかってなって、うん、剥がして伏せ直してるんで、うん、カラーベストの、あ、もう取ったんだ。全部取ってます。カバー工法じゃない。カバーじゃないです。すごいね。結構じゃあ予算かけてやったんだね。そうそう、だって周りの家と家にないもんね、この、この、ね、こういう屋根。これはすごい。そうで裏にあの断熱ついてるんで。ああ、そういうことだ。これはいいわ。すごいね。だってこれでこの幅があるでね。あの幅分だって空洞なのか断熱材が入ってるんでしょ。そうそうそう、全然違うと思う。これ普通の、あのカラーベストよりは。普通の屋根より。そうそう、だってこんだけの空洞があるだけで全然違うから。そういう断熱が入ってるんだから、熱が全然浸透力が全然違う。あ、なんかもうチンチコチンになって、薄いやつだったらもう下もチンチコチンなわけじゃん、うん、もうそれ室内直接温めちまうから。だから部屋の中熱っ、めちゃくちゃ熱い。今特に電気代高なってるんで。高くなりましたもんね。これはいいわ。やっぱ瓦に比べたらだいぶ予算抑えれるでしょ。そうですね、瓦の方が全然高いんで。そうだよね、手間だし重いし重量あるし工事大変だし、確かにかっこいいけどな、やって瓦見ると、うん、と新緑になるからね、瓦はね、うん、焼き物だから。だって茶碗とかってどんだけ外置いておいても汗んじゃん。確かに、あ、あれもそう、汗ない瓦。確かにずっとテカテカだもんね。そう、石吹きだもんね。何年するでしょ。そうですね、で耐久力が20年もつ。もう20年以上持つん で、 でそれに合わせて結局、うん、まあ屋根があんまり耐用熱なかったら、うん、まあ、壁だけ耐久性持たしても意味がないんで、屋根がまあ30年持つ体で、壁も20年以上の塗料を塗りたい。その代わりに、まあ、その長いスパンでメンテナンスしずに済むように。なるほどね。15年スパンとかじゃなくて、頭いい、頭いい。なのでシーリングも今回はあの高耐久のシーリングしてるので、ウレタンとかじゃないんで。あ、何だ、ハイフレックス。ハイフレックス、まあ、今これからか。結構予算もかけてやったんだ。あ、材料も高いんだあれ。はい、はい。じゃあ、まあ、あまり CM 枠ではちょっと、まあ、あまりダメな、甘やかしながら、営業と職人を甘やかしながらね、まあ、面白い動画を作ると約束、視聴者にもしてますが、今日ちょっとショート話になってしまいました。はい、申し訳ありません。はい、いや、今後、じゃあ、なんだろう、何の宣伝だろう、まあ、ハガロシャツ、こんな職人たちも元気に、はい、うん、自分を元気年齢伸ばすために、はい、皆さん、ハガロシャツの動画、概要欄に貼ってますので、本当に見てください。はい、誰が来ても絶対に効果が出る、すごい。シャツ、職人さん専用のシャツ作りました、はい、ぜひお願いします。はい、せーの、また見てね。なんか言うから、誰言わんのかよ。言おうかなと思ったんですけど。いやいや、だから今何言おうとしたんですか。なんか言いそうだな。何言おうとしたんですか。はい、はい、インスタ始めました。うお、嘘、シール班は、シール職人チームで。はい、あ、それアイスがやってるんです。ゴキブリが
ゴキブリ失礼すぎませんマジでカブトムシ虫キングでも一緒ですけどねもう でもゴキブリってちょっと失礼すぎゴキブリが言ってるっす柳巻さんで後で教えてくださいリンク貼っときますここにチャンネル登録お願いします。